はい、どうもこんにちは、トボマスくんです。本日はドレッドハンがやっていきます。メンバーは、ナッシー、コノ、ディーディー、イニン、ベロムと奥に長月がいます。どうも、人の長月です。全員言ったよね。まあ、で、人狼2人と狂人1のルールでやります。おお、狂人ルール。あ、カード交換するの忘れてた。イニン勝った、絶対勝った。相当な自信だね。いやでもね、海兵がね、船長の振り分けで強いよ。じゃあ次行きますか。はい、強いよ。じゃあ人狼の方はディスコードで、はい、通話つないで教授に連絡してください。じゃあみんな静かにしますか。はぁ、あ、誰だ。長月、長月誰にする。教授に面白そうな人行こう。ナッシーにしてみる。うん、じゃあ長月が伝えて。もう大丈夫か、さすがに。もういいんじゃない。もういっか。もういいんじゃない。じゃあ始めまーす。はーい。はーい。このこと忘れたか、ということ。適当普通に置いちゃったけど。いや、あの、俺の目線から見える人をさ、メンバーで紹介してた時に馬面が見えなかったんだよね。だから入れるよ。そう。見えなかったな。7個目。7個入ってんだったらだいぶいいんじゃない。十分じゃない。レッツゴー。レッツゴー、飛び込み。あ、完璧な飛び込み、これ。はい、ちゃんと俺が降りれない。後ろで見とく。見てた、やるの降りれないし、やらずに。この場に来るのさ、大丈夫、降りれる、このさ。はい、大丈夫です。本日は、傀儡を務めさせていただきます、トーマスくんです。相方は、長月で。今回はどんな戦いか。傀儡はナッシーで、基本ミュートしてるんで、よろしくお願いします。スプリンターのいいところね、しまくります。てか、アヘンチンキン3つあさって1個も出ないんだけど、どういうこと。なるほど、毒を仕込むためのあれか。違うよ、違う、絶対違うな。違うな、下毒がない。マジで1個しかない。なるほどな。今目の前で捨てれる量だった。アヘンチンキン1個だけって。わかった、わかった。長月さんさ、そこ代わりにあさるよ。あ、ほんと。ちょっと一旦当てて。これ開けててみて。あ、ちょっとナッシが、え、でもこれ持ちきれないからさ、そのか、あの、1個持ってもらっていい、長月さん。あ、はい。入れとこうかと思ったね。オッケー、これ1個持ってっといてもらうわ。これそこの処理に置いといたからね。1個。はぁ、ナッシここに変身機だからあげる。ね、火薬ない、火薬。あげる。いらん。え、どこ？俺これ。あ、証拠もらうね、ちゃんと。オッケー、もらっとく。え、待って。あ、オッケー、やめてくんね。オスカー喋れる。これ喋れるよ。どうする、離脱する。あー、離脱してとてもいっぱい立てるか。こんな距離入るわけないか。全然離脱してもらっても。いやね、斧を持ってね、このスラジ持ってるからね、もし欲しければ渡せるけど、うん、あ、スラジ作ったわ。じゃあ離脱してとてもいっぱい立てるわ。あ、そう。一旦2個持って帰ってったよ。入れて。はい、ノイス。あ、インに渡して。うん、石炭の2個っていうか、まあ、キー10個だけど、片方。あれ、奇数そう、持ってもらった。エンジニアに持ってもらった。どうせキー10個持ってるし。入れて。あ、インにさ、渡すね、これ。はーい。じゃあ、自分入れとくね。今から2周目して作ります。はーい。お、マジ？あ、でも1周回ってるんだ。じゃあ、ベノさん、石炭1個手でつけるよ。キー1本ちょうだい、キー1本。あ、オッケー。牢屋の前に2本置くよ。ありがとう。え、ナッシー？狼さん。ナッシーさ、そこのさ、左側のさ、あの、下に落ちてる石炭ソリあるじゃん。あるよ。あれ拾った？左側の石炭ソリは拾ったよ。拾って、え、なんか。なんであそこにドライ、え、お前さ、な、え、お前、バカなの？なんであそこにドライハブ10個置いたままにしてんの？え、だって、マジで？え？石炭、え、1個しか置いてない。あ、俺1個ある。1個入れた。え、あのさ、あの、左側の石炭ソリに、あの、石炭1個とドライハブ10個入ってて、意味わかんない。なし殺しいよな、これ。石炭1個とドライハブ10個だった。石炭1個と火10個ってどういうことじゃん。これ殺していい、これ殺していい。あ、違う。ヘッチマンが出てないって感じ。いや、エンジニアに渡す。あの、わざわざ言ってたのね。これ殺していいよ、なし殺していいよ。え、なに？エンジニアに渡したって、止まれ。待て、痛い。逃げたね。逃げてはないけどさ、なんで？おかしいじゃん、言ってること。
もういやなんか、うん、お前なんか動作無視だと思うけど、あごめんベノブ、ごめん、殺せマジで、殺せってマジで、こいつ殺せマジで、間違えた、変人機飲んじゃった、ベノブごめん、ベノブ待って注射あげる、ドライハンドしてたんだよな普通に、いや1回ダウン取ってヒール、注射いらないな、だとしてもなんで石炭1個置きっぱにしたの、あれは持ってもらおうと思ったから、でもこれ注射いる、一応持ってなかったから周りにたくさん人いたくない、違う持ってもらおう、持ってもらおうって嘘じゃん、それエンジニアに渡したって言ったよね、言ってない言ってない、痛い、あ痛い、殺す殺す、言ってない、言ってない、もうこれ多分巨人だ、なし巨人だと思った、レディー、うん、あの1個だけ柔道あれあるから、見といて見といて、逆迫してるからあげる、あー、降参しろ、はやばすぎ、優秀すぎ、あ、なし巨人、なし巨人、なし巨人、早すぎる、これはい、で、長月黒だから、長月黒殺してくる、オッケー、ラインあるね、あいつバカだな、渡したって言わなきゃいけない、もう潜伏するわ、長月、長月黒って言って戻るわ、あ、じゃあ僕が出るのね、うん、ね、長月黒、長月黒、どこ幽霊歩き使ったからわかんない、2発は当てた、あ、オッケー、うんと、人肉漁ってたから何してんのって聞いて一発撃ったら逃げたから、あとナッシー巨人ね、はい、長月黒です、もう落ちました幽霊歩き切った、ナッシーと長月か、ちなみに僕は相当熱い人なんで、ちなみに僕は HP4 分の1です、どこいる、右、船右、長月ね、後ろ側にいて、左後ろにいて、一発は当てた。飯2個あげるよ。あ、ありがとう。あのさ、ナッシー、強靭からさ、黒の位置露呈するの最悪じゃね？ね。長月に渡した。もう最悪でしょ。なんで長月割れたの？え、違う、長月に渡したってあいつが言ったんだよ。エンジニアに渡したって。アホでしょ。うん、アホだよ。アホだよ。なんか最悪だよね。最悪さ、長月がさ、潜伏の可能性あるのに、帰ってきたら殺されるポジションに置かれるのやばい、熊間の罠もう作るよ、お願い、今のところトーマスくんがどうしてんのかな、トーマスくんにもなんか持って帰ってきた形跡がないで、長月をやったって言って、長月にダメージ与えたって言ってるけど、まあ証拠はないから、そう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 、あたしだ、待て待て、あたしあたしあたし、この、この、この、帰れ来てる、帰れ来てる、助けて、誰か助けて、待って、こっちいるの誰だ、帰れ来てる、リリー、私、了解了解了解、あ、どうしよう、ごめん、大丈夫、あ、ごめん、多分、あの、水で死なないで、水で死なないで、オッケー、私、一旦船帰ろう、押さえてる、押さえてる、押さえてる、ナイス、ナイス、ナイス、はい、大丈夫、ベノムさん、ベノムさん、なんだ、あーじゃん、はい、もう進化はよくわかんないけど、あげるこれ、私持ってないから、出ないから、いや全部使っちゃった、リリーリリー、私銃の部品一切出てないから、これもあげる、ありがとうありがとうありがとう、めっちゃあるめっちゃある、クマいけるわこれ、お母さん何か持って帰ってきた、私砥石とあれ、あの弾を渡してる、特に燃えるものは何も持ってきてない、ちなみに何も持って帰ってきてない、あのトーマス君が持って帰ってきてない、いや1個だけ、あ、俺1個だけ、トーマス君の1個持ってきてえぐらいかな、だってこんだけ進んでれば、まあ、だいぶ漁ったと思うけどな、一日で、トーマスくん、トーマス右、トーマス右洞窟、右洞窟、オッケー、ワンチャンある、ワンチャンある、え、バクった、おい、ふざ、おい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 、え、え、なに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 、まずい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 、ちょ、ちょ、やべ、やべ、やべ、なんで、なんで上がらない、ちょ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 、おい、おい、ふざけんな、ふざけんな、あ、でも寒さで死ぬか、おー、じふざけんな、人肉人肉人肉、え、俺嫌われてるこのゲームに、骨は出ないわ、スクラップ出ないわ、強靭と人狼は露呈しちゃってるし、マジで何なんだこのゲーム、ちょっとトーテムまずいね、ちょっとあとちょっとあとちょっとあとちょっと、とりあえず火薬ダル作って頑張るわ、ごめん、普通に海でバグってさ、寒さで死んだんだけど、うん、あの氷のさ板がさ、あの貫通してさ、うん、落ちるバグあるの知ってる、あー分かる分かる、あれでさ普通に海で落ちて動けなくなってノックした無理だ、大丈夫大丈夫、今は船は最終場面についてここからクマやるって感じなので、はい、あーできれば死んだ、
ご飯欲しかったらあげれるよ。あ、誰か知ってる？誰だ？今鍵ないぞ。あ、長月。あ、長月さんじゃないですか。長月さんじゃないですか。長月。長月。どうしたんですか。もよろしいですか。ナイスサムさんね。お長月さんどうしよう。俺鍵持ってる。ほら、見て長月さん。鍵持ってる長月さん。聞いてほしい、聞いてほしい。あ、できてるわ。はい、あの、氷を歩いたら、氷が貫通して、もらっとこう。うん。いや、いい。長月、信じてくれ。長月、信じろ。いや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 、大丈夫、大丈夫、大丈夫。信じろって、お前。慌てんでいい、慌てんでいい。慌てないでいい？いや、長月、ちなみに、教授死んでるよ。え、教授、マジ？あ、うん。あ、お前のせいで、ちなみに。お前とナッシーの謎の連携で、よくわからん、あれで殺されたんだよ。両方確定したんだよ。謎の連携って何？え、なんか、ナッシーがエンジニアに石炭は渡したって言ってて、ナッシーはなんか持って帰ってきてなくて、で、俺が見つけた。おかしいね。え、ちょっと待って、リリーがもらってないんでしょ、多分。え、ナッシー、いや、僕石炭1個預かって、うん、あれ本当に預かった？え、じゃ石炭それに入ってたら何？なんかナッシーが、あの、これ開けさせてっつって、ナッシーが、うん、ちょっと開けさせて、この石炭だら開けさせてっつって、うん、なんか超主張して開けた後に、うん、え、あと僕1個しか持てないから1個持ってなんだ、なんだよ。え、で、長月に、え、長月それはナッシーからもらったの？石炭1個は持ってもらったけど、でもなんか石炭ソリにさ、1個入ってたんだけど。え、偶然が偶然を呼んで、ナッシー今日、いや、多分だけど、多分だけど、長月がナッシーからの石炭をまた入れたんじゃないの？多分これトーマス確定でいいね。イニン、イニン何やってんの？イニン今、え、イニン、ちょ、それ置こっか、イニン。お前イニンか？いや、トーマス長月でしょ。あ、俺は熊トーマス。イニンじゃないぞ、あのイニン。え、どういうこと？おい、インじゃねえかよ。ごめん、俺ミュートになってた。なんでこいつ言葉通じねえんだろうなと思って。カメラがついて気でも違ったかと思ったもん。待って、あの、俺さ、クマ8つ持ってるんだよ。もう、うん、8つ持ってて、石も違和感の間に取ってきてて。うん、え、じゃあさ、あの、クマナさ、44で俺とベノムに渡してほしい。両方白だもん。コノでもいいよ、コノでも。あ、コノでもいい。私、カレー食べてるから隠しろ。じゃあ、でもこれもうトーマスくんでよくないか。何も持って帰ってきてないし、外ずっといて、傀儡も撃たれてないし。おい、いいんじゃねえかよ。やばい、やばい、やばい。D 守れる、 D 守れる、頑張るわ、ちょっと。いやー、怖え。お前もう最低限とりあえず火薬はトッペルで入れたけど、今多分みんなクマ向かってるから、なんとかして妨害するしかない。いや、でも使いますね。連れてくるよ。投げなきゃ。ちょっとあれ、右に寄りたい、右に寄りたい。ちょっとナイスナイスナイス。まあ一応傀儡召喚される可能性もあるし、残しとくかな。ここにじゃあ4つ置きます。傀儡召喚撃たれないね。長月出たばっかだから多分撃てないだと思う。カメラマン何してんだ。じゃあ、じゃあ、なんかわかんない。どう、いける？あ、OK、いける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 。ユースネーが来た。いや、そしたら自分が運ぼうかな。ナイス。いや、このでいい、このでいい、このでいい。あ、了解了解。これどうしよっかな。これトーテム上限ないよね。ないね。10本が最大かな。で、トーテムをかけます。おい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 、誰だ、俺がいるぞ。俺がいる、ここに。誰誰、この人、君誰。お、振り向いて毒注射刺そうとするな。そこいるよ、それ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 。やった。これ誰。トマス。あー、そうか、これトマスくんか。あ、ちょ、船まで持って帰ろうぜ。待って、長月は、長月は、わかんない。長月は、あ、さっき尋問する。あ、え、なんでよ。面白いの拾った、いいね、面白いの拾った。おー、何に使おう。これさ、これさ、あの、氷山に当ててみようぜ。いや、これ長月でやってる、長月でやってる、長月でやってる、オッケーオッケー。え、これカメルク持って、カメルク持って。ちょね。近いの。長月にさ、当てるために火薬だろ、わざわざ持ってきたのに。あ、あの、あれ、ボイラー石炭、あの、火薬入れられてるから気をつけて。あ、オッケー。長月、何やってんの？高まってるっぽい。いや、これ間に合わないなぁ。これ、無理に普通にニトロやりに行っちゃうと思う。夜来てるけど。うん。いや、もう普通に起爆されると思うな、特攻して。
分で進められると思うな。まず今さえだけど彼撃つわ。はい。もう間に合わない。特攻しな。特攻していいの？いいよ。うん。死んでないでしょ。死んでなら誰かに。急げ急げ急げ。そのままそのままその評価にして。さあ。あ？誰このさ。持って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 ゲージをゼロにするの。やばいやばいやばい。もういい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 。もう一回。よくわかんないけど評価が。内側にある内側にある。あ、下着わかんない。もう何も見てなかった。もう勝ちからと思ってた。ない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 。早くやられてるからワンチャン負けるよ。石炭取ってきてる上の方から。あれでも持ってきてません。おい、すげえ真っ暗なの。第2ラウンドが始まる。おい、おい。もう2分経ったと思うけど、何のスキルを打つつもりなんだろう。多分ね、怖いな。石炭タイミングで長くてきたら一緒に暴れるわ。なるほど。長すぎ爆弾に。あのね、トーマスが当店持ちだから、その船いないとボロボロにされるよ。ああね。今から爆弾だれ50個持ってくるから。あいつが持ってくるわけないだろ、バカだ。行ってくるよ、俺。次、次、次。無理、無理。上か。上ね。おい、聞いてねえぞ。はしごの上。いや、お前らが来ましたよ、バズラ。はしごの上。はしごの上。ああ、登ってくるわ。はしごの上に、砥石とサーベルあるらしい。ああ、登って取ってくるわ。トーマスくんさ。何僕船の真横で死んだからさ。しようかな。何言ってんだお前。船いなきゃいけないし、行くとんなかった。行かなきゃいけないし、コックが船。ドッペルいるぞ俺の。俺のドッペルがいる。早く。ドッペルいるし。早く今。船の横でどっち右左？右が右が。で早くハックあるから。いや多分無理だ。拾えないわ。死んだんだ。死んだのか。トマス？何？危すぎた。もしかして長月ってドッペル？今の長月のドッペルだよ。あやっぱ長月が今の。じゃあ何してきたのそこら辺で今気をつけて。誰に撃ってるかな。さすがにこっち上でいいよ上でいいよ上でいいよ。ごめん私スコップしか持ってない。全然いい。あ上下からかこんなに下からか。んなんかえこんなもん。レベル2。あれ、綺麗みたいになってる。あれ、綺麗みたいになってる。トマスで、トマスで。トマスで、トマスで、ナッシが飛び出してた。今、なんかドボンと来た。あ、長月これ本物だ。え、なんでお前来た？トーマス本物だこれ。あ、トーマス。あ、やべ。おお、今のタイタン燃料抜いた。殴れ殴れ。やだー、死にたくない。ごめんな。お前。お前。お前。あ、落下。空中で殴られた。空中で殴られた。マグラってるみんなで。俺にできたのは石炭1個捨てることだけ。マッシーがわ、えとこし聞いたマッシーと流すやつ。あー聞いた聞いた。あれどういうことなの。きっとなんかあったんだろうな。みんな置いてかれてる。みんな置いてかれてる。まあまあやばくないえねえやばいよいに。はい。だから。これ3さよなら3に持ってきたってことでいいかなこれ。いや楽しいじゃねえ。難しいねこのゲーム。いや前の方行って骨拾うべきだったな。あれって何だ。取引をしようとして。あ、長月にまずドライハーブを渡そうと思って、石炭取りの中に10個ドライハーブ入れたわけ。うん。それでそのままどっか行ったなしは。石炭がさ、石炭取りに石炭1個したの何だったのあれ。あれは長月が拾ってくれると思ってた。え、なしは長月に石炭拾ってって言ったの。え、そう。長月のせいだ。長月のせいだこれは。いやでもそれはみんな考えすぎて上の方に先にあさりに行ってるからあそこに1個残ってても状況的にあり得るんですよ。なんで取らないの。先に取らないか置いてくのはよくわかんないし。だって奥だよ。奥から手前に持ってくるでしょ。
だからそのナッシーが何かをするかもしれないで意思なんだから長瀬ちゃんも二人で謝ろう。すいませんね。自分の責任をかなり押し付けた。あーごめんごめん、今ブースターさせたぞ。いや、いいな、今度使おうそれ。俺もとってもいっぱい立てようと思ったけど全然立てれんかったわ。え、これ誰かキング捨てたら教えて。あ、もう捨ててる捨ててる。おいおいおい、いいのに交換した。2じゃん、2じゃん。これはキングも全部捨てて。ないだって2だもん、入れ替えて。あ、おもろすぎる。何言ってんの。あ、惜しい。チームゲーだと思ってる、ポーカー。楽しそう。やったおお。じゃあ、では、人狼同士の方は、通話をつなげて準備。はーい。よかったー。もうちょっと辛いからな、この時間では。つけ。誰にします？私、即離脱んで、あ、潜伏のあなたにお任せします。まあ、なしにしようかな。あ、うん。まあ、なしでいいか。なんでもいいよ。よし、始めます。スタート。あ、俺強靭だから今からボイラーの中身全部抜いて死ぬわ。やばすぎ。はい、ラスト1個に出るよ。何も違うんだけど。あ、ちゃんと7個入ってるから。うん、壁折り7個受け取った受け取った受け取った。あの、僕な、あの、7個入ってるの確認した。じゃあ一番気が当たんないでね。僕を倒れるやつだ。あと長月さん、あとで鉄管取りにドライハーブ入れるから取っといて。あ、オッケーオッケーオッケー、作っとくわ。わったファー、やってんね。わったファー、早いな。いや、あの、このルールさ、あの、いや仕方ないんだけど、なんか幽霊ダッシュ溜まるの早いやん。その待ってる間に幽霊出したまるから簡単、もう早々にあれできちゃうんだよね、こういうのが。あ、待って、戻る戻る、石炭。あ、1個、私1個、サンキュー、助かる。もうシンフォギアさん、ムラリアル。これはもうさ、あの人私のことシンフォギアさんとしか呼ばないんだけど。他の場合も撃ってるのにね、ちゃんと。もう、え、撃ってません。あれ、初動の爆発聞いてた。あ、聞いてた。あれ、誰が爆発撃ったの。あの、ベノムさんに決まってるやろ。あ、そうなんだ。ベノムさんとあと一人が人狼ってことか。ちょっと当たり前のことしか言ってない。いや、わかんない。ベノムが今日、あ、でもそっか、幽霊歩き多分で逃げてる。え、そう。そうなので、僕今4個持ってるから持ってきた。オッケー。って帰るか。はい、ここで大丈夫だよな。あれ怖いんだけど、これ。おーい、聞いた方がいいよ。オッケー。あ、ノックバック痛いんだよな。これ枯れるまで禁じてすぎる。さよならクマ、君はそこで一生走り続ける。あい、肉全部入れくわ。私真ん中行くよ。え、いい、いいけど持てるものないよ、もう。ブックだけな。いやいや、俺は普通に石炭持って帰ったから、あの、捨てるじゃなくて進めるわ。僕も戻ろうかな。山頂2周できねえ、やっぱむずいわ。山頂コックさん、待って、あの、ベノムさんに襲われてます。ここ、ごめん、弾まない。弾まれました。弾まない。ベノム引いてってる、ベノム引いてってる。じゃあこれで、僕が白を描くと。いただきました。ありがとうございます。船進めといたよ、ちょっとだけ。ありがとう。あ、OK。 これ船を動かして、まあ、僕が、まあ、白を描くです。傀儡撃たれてベノムさんから襲われてます。 OK OK OK。 自分にね、イニー1取ればね、ガチの白を描くになれるよ。本当の白かすぎる。黄色すぎる。ワンチャン強人質を考慮してのなし。俺のドライハーブ信じれる。いや、信じれないかも。オッケー、じゃあせっかくは開けるってなるまで入れなくていいよ。あ、オッケー、じゃあ適当な数にしとくね。持ってる数字で人狼が入れて開いた時が一番嫌だから。オッケー、全部適当な数字にしといて。誰か運転されてるよ。準備しておきますよ。ナイスタイミング、素晴らしい。シチュー、これ誰か飲んだ人いる？俺今飲んだよ。はい。ベノムさん追い出しに行ったのは誰だっけ？船が爆発した瞬間戻ったのは俺とディーディーで。あ、カベル君、あ、じゃなくて確認してください。あ、待って、まだホワイトアウト中です。いやいや、開けた開けた、運転するわ。左側、あ、そっか、遠いな。やめとこ。カベル君、洞窟、あれ、狼も生きてる。あ、おっしゃってない。あ、そう。そうだ、これか。ありがとう、カベオリ君。ぶつけすぎでは。まあ、ホワイトアウトだからしゃあないか。ま
ゴミやん。じゃあ俺このデカ箱1個漁って帰るね。これ相手がいいんじゃない、スカウトアグリ深いのは。技術性オッケー。胸とかが多分打たれてる、配線のあたりから。いやでもね、半分ぐらい削られたんですよ。うん、ちょっとドーテム壊せよ。あれ傀儡打たれてるから。でベノフさんにも一応襲われてはいるから。ドーテム壊したよ。これ寄っても大丈夫なのか、これは。これ寄っても大丈夫なんか、これ銃持ってるから怖い。あ、いるいる、普通にいる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 。カベロ君やばい、カベロ君やばい。ナイス。勝てないです、ちなみに。俺逃げるよ、って言ったら。逃げるな。助けて。どれ、あ、逃げた。危ない。あの僕の先行方向先に引っ張れる。これ、傀儡撃つべきだったね、申し訳ない。まあしょうがないです。いやでもナイスすぎる、これは。これでかなり安心できる仲間が一人増えた。まあイニもリリも襲われてるしな。リリもえ、リリってさ、ベノムさん戦ったの？戦ったそうなんだ。めっちゃなんか撃たれてたよ。自分より撃たれてたから、なんなら自分より白いよ。ちょっと人からもらったお肉は使いたくない主義でございまして。なし、こいつさ、あの石カバン全く漁ってない。ベノもいるよ。ベノもいる、ベノもいる、ベノもいる、ベノもいる。こっちこっちこっち、俺の方。なし、なし、こっち来て、なし、こっち来て。上登った方で。あんま体力ないな。オッケーオッケー。ベノちゃんどこ、これ。やばい。死ぬぞ、なし、なんで詰めてた？もう揺れ歩きでめっちゃ遊びに来てんな、こいつ。まあ、ナシ食べるあげるか。ナシ白いよな。どう、ディリー。いや、わかんない。石炭持ってるから2個持ってるよ、で、スクラップも8個持ってるから、くまわないけるよ。ベロも逃げた。配線のあたりまで逃げたかも。行かな？いや。いる？いや、いいよ、行かない。追わないで、ナシ。追わないで。これで戻らね、これもう。タマさんやばいんですよ。当てた。あ、こいつ揺れ歩きないぞ。お、よく避けたの、もう。あ、逃げた。よしよしよし。ごめん、私、多分。ナンパ戦でもいい。一回さ、ナンパ戦で、あ、ダントロ。ナッシー、え？なんて？2対2。襲われた、ベノムさんに襲われた。じゃあ、馬ず、もう一人行くね、残ってたらいいって。全然可能性ある。あと、トーマス君もじゃない？ダメ、知るかも。で、砥石付きサーベル持ってんだ、2個、私。マジ、1個。いや、ナッシーはまだわかんない。ナッシー私もね、わかんないから。私なら。え、砥石付きサーベル持ってる。2個。え、じゃあ2個持ってるの？やば。え、最強、ありがとう。え、最強じゃん、こんな。いや、わかんないけども、1個渡しちゃって。あ、馬さんか。爆発した。自分まだボイラー触ってないぞ。穴の数4つ。今船帰ってきたな、誰だい？欲しい。あとね、6個でシチュー作れるから。今船帰ってきた。ベノさん、長月さん。私このゲームね、150時間やってるんですよ。あ、ほんとだ、ありがとう。降りてったね。え、馬面強靭とかだったら普通にやばいな、どうしよう。やばい、馬面強靭とかやってる可能性全然ある。あの、ベノムさん一回乗り込んできました、船。多分下がるために味方に入ってもらったんじゃないかな、ホワイトアウト。やっぱ今船乗んない方がいい、だって殺されるかな。あ、ヘリヘリ乗ってない、多分いない。え、ちなみになんか火薬の爆発があって、結構長月黒市。あ、マジ？え、長月一旦切れとったかね。石炭いくつ持って帰っていった長月。え、あの時は2。エンジニアなのに。いや、すいません、それ言われるとちょっと苦しい。あの、一応あのボイラー爆発、長月さんがかなり黒いです。長月どこにいる？え、船中いる。タイミング的に疑われるのしょうがないから、一回切り取ってもらって大丈夫。ちょっと長月さんボイラーに寄らせないでほしい。だいぶ取らないで。どうか、これ閉まってるのに。自主取る。え、でも必要じゃない。タイミング的にはしょうがない、しょうがない。いや、バウンスの可能性あるよ、だって。いや、あの、強靭だったらここで自主取っていいよとは絶対言わないから。あるとしたら人狼じゃん。でもう一つ怖いのが、ね、ベノムさんが強靭かなって思ってる。ベノムさんがあの、自分と長月船残った時にさ、攻めてきたんだよね。この差はめっちゃ白い。ほう、この差はめっちゃ白い。オッケー、あとスクラップでバナ作りますか。別
石炭だろ、これ。毒塗ってもつかねー。10ならいっぱいある。多分ね、コノさんこれで帰ってコナン来るか、死んでたら、いや、コノ強心？いや、なわけないよ。なわけない？帰ってきて、帰ってきて、大丈夫だ。ちゃんと帰ってきて。トーマスお前強人だろ。俺は強人じゃないね。俺一人でクマ倒せるぐらいの資材作ったから。クマ手前だけやんない。手前だけやんない。手前だけ。いや。スクラップにやると罠に作って。前の罠の頃の。あ、なんか撃たれてる。あ、やべ。坂上の方から落とした。坂上の方。あとクマ。じゃあ行かない？罠もらっていい。罠もらっていい？罠船前に置いてあるはず。あれ、うまそう。あれ？このミートシチュー、え、待って、ミートシチューって何だよ。それ俺の肉10個で作ったやつだけど、多分信用できるなら、あれってそうだよね。もう作り始めて、作り始めて放置してたから、もう知らんって感じ。逃げて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 。あー、やばい。逃げて、クマ呼んでる、クマ呼んでる、ベノムさんが。いや、でも、あそこで呼んでもこっちまで来なくない？出るまで下手だ。行くよ、倒すよ。呼ぶよ。はい。エサ後ろから来てます。来てます。ちょっと、前目で。なんかインニーの声聞こえない。ちょっと。えい。おい、ナイス。おい、長月一発。よし。うわ。うわ。これ船結構危ない気がするな。急いで。巨人。はい、両国の僕前方立ってるよ。ナイス。まだかかってるわ。まだかかってる。引っかかる。あ、やべ、一個。これやばい。ナイス、ナイス。これ船やばいかも。あ、待って、入ってるわ。ああ、入ってるわ。え、コロナ入ってる。地獄。持ってる？地獄。俺見てるんだよ。どうしようね。あ、でも下毒ならいいか。サンキュー。え、馬面の入ってたの？え、でも俺入れてないよ。普通にコノさんが入れたんじゃないの？いや、自演はしない。いや、私相当白いよ。砥石のサーベルディーディーに渡してるし。普通に、普通に白い。し、ベノムさんに私は普通に襲われてるから、全然白いですね。いや、ミートシチュー微妙だな。どうするべ、これ。船無事らしい。無事だよ。いや、シチュー一応毒入ってた。シチュー毒入ってた。ただシチューかは分かんないんだよね。まあ、分かんないけど。でも1個目は入ってなかったんだよね、毒。トーマスのシチューか、俺のシチューかも分かんないし、俺がシチュー作ってる間にコノさんがわざわざ入ってきたんだよな。あれだった。いやでも、いやナシ目線、トイシサービル D に話してるから、そこは白いはず。それは意味分かんないかも。いや、ナシは、聞かなくていいんですよ。OK。え、コマは1匹目倒したの？え、2匹倒した。ナイスすぎ！すごい。これ食っていいと思う？え、微妙。なんかキッチンの前に落ちてる謎の。え、これめっちゃ微妙。いいんじゃない？え、ちなみに下毒は作ったんだよね。ガサ、ディ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 。下毒はあと何個ある？え、下毒ないです、私別に。ナシは？ナシ下毒持ってる？あるよ、1個持ってる。1個だけ持ってる。ディディが食べなかったら、お前カレーでしょ。もう一回誰か毒にしてみて。違うよ。あ、ナシさ、注射器余ってたりする。ディディ食べるんだったら。あ、じゃあ長月食べて。あ、なし、自分に注射させてくんない？あ、オッケー、イニーさん、今、牢屋の前。牢屋の前。動かないわ、このまま。はい。あ、ありがとう。こっちにしろ、動いたら。これ、指導注射です、なしの注射。おお、怖っ。長月の近くにつけんじゃねえ、絶対に。いや、大丈夫、大丈夫。このさんは俺にトイスサーベルくれてるから。え、一回船を見たけど、それは関係ないかな。誰とも選手があってない。待って、なんか殴ってる音しない？殴ってる音？いや、気のせいだったら、ごめん。火薬なる仕掛けられてます、火薬なる仕掛けられてます。どこで？あれ大丈夫なの？ベッドの上に誰か仕掛けた。もう一個食うか、これ。あ、入り出した。これ置いた。あ、危ねえ、危ねえ、危ねえ。誰だ？あの、やっぱここにある肉全部毒だから、ちょっと拾ってして。これ、馬面ぎ人の、これ、馬面ぎ人の。おお、これ、これ全部肉むさぼり食うわ、俺。長月も全部食え、全部食え。なんだし、ゲロップ渡してあげて、ゲロップ渡してあげてない。ゲロップ渡して、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 図が悪いぞ、ベノム。それはユーリアル切ってる距離ではあると思う。で、左の方でも足跡した。あー、オッケー。船の中で暴れてんだな。多分もう一人仲いいんじゃないかな。足跡したけど
関係ないんかな。上当たんね。あっ、かっいるね。マジか、多分死ぬなこれ。うんー、まあ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 、馬面とベルム持っていけたらいいんじゃないか。ベロムは確定で折ったと思う、今。あ、折って、馬面かドッペルかわかんないけど、馬面だった人がニトロで突破してきた。イニン、肉今何個ある？ない、ゼロ。ゼロ、オッケー、俺5しかねえや。このまんま行ってくる、ね。全部焼肉にしよう。あ、待って、トマス君、トマス、ウィー、はい、はい、じゃあまあ。いや、やれなかったのがきついな、これは。あと時間稼ぐしかない。まだ馬面いる、馬面いる、馬面いる。どこいる？そこら辺にいる、目の前に。おいおいおい、この影に隠れてる。なんかネームタグが見える。オッケーオッケー。あー、無理だ。あ、そっちか。あー、厳しい。ごめん、あと分かった。ナイス。うわ、無理だな。なし、強人、なし、強人。待って、なし、強人。え？じゃあ、本当に強人だって。ガチ？あ、長月って、そっか、村人か。あ、そっか。ナイス！あ、危ねえ。これ、ここなんか寝る場所あったっけ？ある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 、すぐ後ろにある、鎌倉。ナイス！ナイス！あぶねー。超絶ヒーロー、これは。鎌倉の中。あぶねー。ナイスー。ナシが強人で。ナシ死んでる。あマジナイス、長月。あぶなかった。もう必死すぎてナシに対するリアクションすらできなかった、今。いや、すごい、マジですごい。ナイス。でもさ、なんか、ボイラー爆発とか、めっちゃ長くボイラー爆発があったんだよな。上行く？上行って殺すしかない。見て、これ頭埋めてみて、なんか。俺もう出るよ。さっきは土下座してて。大道寺で出た方がいい。俺あと11秒、10秒、8秒。どういうこと？どういうこと？やばい、脳が、うわ、破壊される。じゃあ、馬面が頑張って、しかも毒、ナッシが解除したってこと？出た、ナッシが解毒してあげたらしいです。もうこのゲーム終わってます。もういいや、もうあいつ絶対もう二度とあいつ強靭しない、意味ない、意味がわかんないな。間に合わんくね、俺間に合わねえよ。なんかその辺に馬面の死体とかも多分あるから。あるわ、ここにあるわ。馬面の死体とかも漁っちゃっていいかも。毒入るやつとかは警戒しつつかな。お、いるね、ベロムいる、ベロムいる。はい、行きます。ベロムが鎌倉裏、はい、ね、誰かこれ持ってて、こっち行ってる、行ってる。あ、待って、私プリティサーブルだから。長月いる？はい、長月頼むわ。無理だ、これ無理だ、無理だ、もう無理です。あのさ、もうなんかね、ちなみにさ、攻撃やめよ。はい、なんだ僕らも何もしない。話そう。はい、いいよ。これ時間潰されるだけだよ。運びながら話すならいいよ。これあげる。感想戦。やばすぎ。あ、生きてる。乾燥戦、ね、ちなみにさ、僕の毒は誰も食らわなかったの？あ、長月は全部食べた。長月は全部食べて。僕はもう食べて。長月は全部食って解毒飲んだ。解毒誰がもらったの？誰にもらったの？ナッシーからもらったの、そういえば。あれ、ナッシーが解毒渡してたの、そういえば、私にも。あれ、普通に解毒渡しまくってるぞ、あいつ。しかもさ、もう二度と強靭しないから大丈夫。しかもね、医師が。強靭も通話聞けるとかのが強いのかも。いや、それはちょっとコミュニケーション。絶対集めさせてもらいます。あ、はい。あ、じゃあこれ、ベルも早い、これ。あ、はい、はい。ありがとうございます。だってさ、医師がさ、強靭になることでさ、まあ、何をすべきかって言ったら、まずコックにドライハーブを渡す。で、ドライハーブ渡して、まあ、毒を作ってもらって、シチューに入れるプラス、自分も毒注射を打てるようになるわけでしょ。うん、あいつが毒注射を打つためのドライハーブ、僕ね、ドライハーブあいつが5個しかもらってないの。え、その一回飲んで1分間待つのやったの。その後になし解毒剤普通に渡したからね。そうは？うん、私も解毒剤なしからもらった。
え、俺、送ったちゃんと DM 送りました、ちゃんと送った、送った、送った。いや、ちゃんと私その後にナッシーに殺されたけど、ナッシーに解毒剤は確かにもらったわ。あの、強靭ねってナッシーに言ったら、わら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 って書いて。だったし、俺とさ、コノさんがさ、ナルミにされてる時に助けてくれたんだ。確かに、確かに、なんか、特に加勢もしなかった。まあ、あれはいい、あそこは別に、あそこは別に。あそこはバレていいから余計なことするんだと。確かに。石炭落ちてますよ。石炭いっぱい持ってるからいらないんだけど。長月のファインプレーが、いや俺さ、だから長月拾えかなと思ったんだ。いや長月はガチファインプレー。長月か、コッタンはフレームフェイスタビル渡してるしないなと思ったから、長月だろうなと思ってたんだけど、なんか大丈夫かな。まあ、あとちょっと爆弾弾を仕掛けるタイミングがちょっと下手だったな、僕は。これトマス君、逃げる隙間を与えねえ。ほら、あの、後ろ見て、氷塊。威力なタイミング。何？あの、氷塊全部壊した。俺と馬沢の判断ミスだな。強靭の選択をミスった、まず。そうだね。キャラで考えちゃった。石、よし、石にしようって思っちゃった。ボイラーをたけキャラで考えたら相性いいもんね。普通にあの、コノさんだったら多分負けてたから、トイスターベル2本は普通に強すぎる。MVP でトイスターベル2本は。トイスターベル2本やばいな。すんげえよ。なんだこれは。なんだこれは。皆さん、サムさん大丈夫ですか？あ、ちょっともうサムさんでお腹がやばいですよね。やばい、長月に殺された。長月強靭、助けて、ボイラー室。長月強靭、長月強靭、どこだ。石炭投げてきたから。石炭投げてきた。いるいるいる、ボイラー室いる、ボイラー室います。銃持ってます、長月さん。まずいまずいまずい。長月さん銃持ってうろついてます。撃ってきた撃ってきた。本命だったんだよな。本命長月バレちゃったから。ほら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 、ちょっと待って、ベノム食料、ベノム食料持ってきた。バレたか、お前ら。ベノム食料、ベノム食料、はい、食料食料食料。俺、あ、いや危なかった今。やんなかった、やんなかったけど。クソおもろいな、マジで。面白かったな。ジジー、間違えて飲んじゃったとかで飲めばいいんだよ。絶対殺されるよなって思って。ああ、えがったえがった、ナッシー、えがったえがった。いや、助けられたナッシーに。よし、俺もだいぶふざけて回ってたけど、ベロムに銃撃ってんのにまた勝たなくてびっくりした。ああ、もうナッシーさんなんかシンフォギアさんよりスコア高いっす。ベロム頑張ったね。いや、ボクシーってあんまスコア高くならなくない？ずっと相手回さってるだけだから。ボクシーって、うん、そういうもんだよ。まあ、あと解毒してあげてるからポイントは上がるよね。でも、トリシーさんに日本だったらもう大丈夫でしょ。いや、もう、ボクシーも仕事した。クルー仲間の回復、クルー仲間のチーム。5個しかくれなかった。え、そのさ、左の方漁ったんだけど、石カバンが1個しか見つかんなくてさ。え、だってさ、俺さ、ナッシーにさ、配線の、あの、真ん中のとこ、あの、石カバンあるから、あさりなって言ったのに、あの、あ、持てないからつって帰ってきた。持てて、持てないからつって帰ってきて。で、俺が、ドライハーブ10個ゲットして、ちゃんと村人やってんだ。ああ、苦しいね。